ヒロスタイルです。今回はアマゾンブラックフライデーで大量購入してみました。どんどん紹介していきたいと思います。まずはクリスマスが近いのでおもちゃを紹介していきたいと思います。今回購入したぬいぐるみは大小それぞれあって、大きい方のぬいぐるみを購入してみました。お腹周りがどっしりとしているのでしっかりと自立します。肌触りもとってもいいです。2つ目がポケモンカードソウル&シールドブイスターユニバースです。入手が困難となっております。次に紹介するのがコナンの300ピースのパズルです。イラストもとっても可愛いです。ミニ四駆のアバンテです。昔からある人気の車種となっております。おもちゃの関係は以上となります。次に冬の必須アイテムマスクを購入してみました。段ボールを開けるときがすごく楽しみです。紹介するのは食洗機用の洗剤のセットとなります。冬場は手が荒れるので食器洗いは必須となります。皿洗いが嫌なので食器洗い洗浄機が便利です。手も荒れません。楽です。スーパーナノックス通常の 4.3 倍タイプとなっております。洗濯回数は150キッタイと表示されております。これを2つ購入しました。しばらくは洗剤を買わなくても良さそうです。次に紹介するのは以前テレビで紹介されていましたタオル研究所のボリュームスティッチ003バスタオルの4枚セットとなります。以前紹介されていたテレビで第1位となっているタオルなので試しに購入してみました。合わせてフェイスタオル4枚入りも購入してみました。インテリアもそうですが色を調和させると部屋が綺麗になると思いタオルは白色で統一しました。タオルの捨て時期が分かりづらいので白色であれば汚れも目立つので目安がつきやすいと思います。また白色は清潔感もあって私は好きです。次に紹介するのは肌ラボ極純プレミアムヒアルロン液ヒアルロン乳液となります。これでお肌ももちもちになりそうです。次は一眼カメラの老化日防止のため除湿剤を購入しております。次に紹介するのは雑誌で1位になっていた歯ブラシタフト24メディアムソフトとなります。歯医者さんに行ってもメディアムソフトが売ってなかったので今回購入することに決めました。熱様シートが少なかったので購入しました。次は浄水器カートリッジを購入しております。マンションのため水がきれいかどうかわからないので念のため浄水器を設置しております。何年も使っておりますがコストパフォーマンスのいい浄水器です。おすすめです。おすすめなのがマーロ17のシャンプーです。値段は少し高いですが成分がすごくいいものを使っていますのでおすすめです。あとはボディーソープとハンドソープを購入しました。購入したもの
すべてにコメントができませんでしたが、購入したものの一覧となっております。大量に購入しました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方はいいねボタンをお願いします。チャンネル登録お願いします。